アントニオ・ダ・サンガロ・イル・ベッキオは、正規ルネサンスの建築家。ジュリアーノ・ダ・サンガロの弟で、ジュリアーノと共同作品もある。おいのアントニオと区別するため、イル・ベッキオと呼称される。サンガロ家は、フィレンツェにおいて建築家、彫刻家、採掘し、画家を輩出した家柄で、フィレンツェのサンガロ門近くに住むジャンベルティ家とコルディアーニ家の通称として、 1480年代から用いられた。アントニオは、ジュリアーノと共に、建築家、フランチェスコ・ディ・パオロ・ジャンベルティの子として生まれ、父親と親しい間柄にあった記載屈指及び、城彩建築家、フランチェスコ・ディ・ジョバンニ・ディ・フランチェスコに、弟子入りした。ジュリアーノが、メディチ家の仕事を依頼されるようになると、これを補助していたが、ローマにおいて、教皇庁の仕事を行ううちに、 アレクサンデル6世に仕えることになった。1495年からハドリアヌスレイビオを回収していた教皇はアントニオを参加させて造営を行った。この仕事を成功させたことにより彼はチェーザレ・ボルジアからも信頼を得、チビタ・カステル・ラーナ城塞の建設にも携わった。ただしローマにはそれほど長いはしておらず1495年に フィレンツェ紙壁及び城壁の建築家に任命されたこともあって1503年に帰郷している。1505年にはジュリアーノに代わってアレッツォの城塞建設の指揮をとっている。1516年にジュリアーノが死んだ後、卓景像などの制作を行ったことが知られるが、1518年にはモンテプルチャーノで 彼の最高傑作となる聖堂、マドンナ・ディ・サンピアージョ聖堂の建設を行った。ここではさらに、アントニオ・ディモンテの邸宅を建設している。フィレンツェでの彼の仕事は、ステゴ保育院に向かい合う聖母マリアゲボク会のロッジアがある。晩年には引退し、畑仕事をしていたが、1534年に死去した。ありがとうございます。